蔵王エコーラインは蔵王町と山形県の上山市を結ぶ全長26キロの山岳道路で、麓では桜の咲くこの時期も一面雪景色が広がっています。蔵王のシンボル、お釜も氷に覆われたままです。今月末に控えた開通に向け、現在は除雪作業の真っ最中です。こちらにそびえ立つ雪の壁、私の身長155センチよりもはるかに高い、およそ8メートルとなっています。除雪作業が完了した区間では、今日から期間限定で雪の回廊を歩くことができる蔵王エコーライン雪の壁ウォークが始まりました。国内に加え台湾からのツアーなど、およそ330人の観光客が訪れて、標高1500メートル付近まで往復2キロのコースを1時間ほどかけて散策しました。雪の壁は高いところでは8メートルあり、参加した人たちは蔵王の自然が織りなす迫力のある雪の回廊を満喫していました。非常的壮观，天气晴朗，雪墙很壮观。对，因为我们身在中国的南方，所以其实很少看到雪，特别是这么厚的雪。この雪の壁ウォークは今月14日までの5日間で1300人余りが参加する見込みです。蔵王エコーラインは今月26日に開通が予定されています。